こんにちは、ゆうたです。今日はですね、インフラエンジニアとして働いてきて、良かったことと良かったこと、楽しかったことっていうのを、ちょっとお話ししたいなと思います。はい、すごい寒いですね、最近ね。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということで、一応ホワイトボードを書きました。はい、3つですね、お話ししたいと思います。はい、まず1つ目、自分の好きなように作れるというところなんですけれども、好きなようにといってもある程度節度というものがありますが、基本的にですね、インフラエンジニアって割とですね、まあプロジェクトにも結構よるんですけれども、開発の人たちがまあ5人とか10人とかいて、インフラの人が実は1人2人みたいなっていうので、まあ人数が少ないんですね、プロジェクトに対してのっていうところで、ある程度決定権があったりするし、まあインフラということで、まあ、極端な話、動けばいいと。動く設定さえ、見つけ出せて、それを入れることができれば、まあ、それが半分正解なようなものになります。まあ、っていう意味で、好きなようにカスタムできたり、できますというところです。はい、なので、割と自分のペースでできたりもするので、まあ、そこが、楽しいというか、いいところだったりするかなと思います。はい、2つ目、守備範囲が、広くなるというところです。はい、インフラの基盤を作るという性質上ですね、まあいろんな OS だったり、いろんなソフト、いろんなアプリだったりをインストールとかして、設定とかしてっていう風に、触っていく機会があります。はい、まあなんていうんですかね、例えば、クラスターを作ったり、データベースのチューニングだったり、あとまあネットワークをの、あのスイッチをいじったりだったり、あと何だろうな、とか、まあいろんなことをやるんですね。うん、でそれこそ何て言うんですかね、一応データベースとかもいじれたりするし、ネットワークとかもいじれるようになったりします。ただまあその何て言うんですかね、そこを専門でやってる人たちにはもちろん勝てはしないですけれども、ある程度浅く広くというんですかね、まあそうですね、バランスタイプっていうんですかね、よくあるゲームとかでいうバランス的な能力みたいな感じで、各方面をですね、のスキルを習得することができます。はいで、これなんか字が違う気がするんですけど、ちょっと思い出せないですね。低いっていう字が、最低1人は必須ということで、プロジェクトにですね、必ず1人は必要です。はい。ちょっとまあ今、最近とかだと、ちょっともちろん例外というかあるんですけども、まあ最近そのサーバーレスアーキテクチャとか流行っていて、インフラの部分がないそのシステム構成だったり、単純にその何ですかね、ホームページを作ったりっていうと、まあ確かにあのそのいらないっていう例もあるんですけれども、まあ基本は一人は必ず必要です。はい、まあなぜならばそのアプリを乗っけるためのサーバーを用意したりだったり、
それこそクラウドと言ってますけれども、まあクラウドで仮想マシンを使ったりするときっていうのは、そこに対しての設定だったり設計が必要になりますので、それを考えたりする人っていうのが、まあ、少なからず必要なんですね、はい、ですので、まあ何て言うのかな、最低1人は必須ということで、まあ、どんなプロジェクトでもその入れる可能性があるというか、何て言うのかな、まあ、何て言うのかな、その割と人数が、そもそもの募集人数自体ですね、まあそのインフラの人だとちょっと少なかったりするんですけれども、まあその募集がなくなるっていうことがまあないというか、まあ必ずそうですね必要なので、まあ、今後も残り続ける職種なのかなと思います。はい。他の はい、という感じですかね。ちょっとなんか話しててよくわかんなくなってきたんですけど、はい、という感じで、この3点が、まあ、インフラエンジニアをしてきて良かったこと、楽しかったことという感じでございます。ちょっと最後ぐだっちゃったんですけれども、はい、終わりにしたいと思います。はい。ではご視聴ありがとうございました。また見てね。